こんにちは、しおしこです。こんにちは、きよです。はい、今回はですね、まだまだ使える、型抜き、たたきぼかしを頑張っていきたいと思います。いいですね。はい、はい、テーマがですね、秋の実り。秋の実りですよ。いいですね。はい、ではですね、はい、きよ先生、トップバッターよろしくお願いいたします。はい、頑張ります。はい、それでは今日はザクロに挑戦します。はい、型を抜いてますね。はい、こうやってザクロの形を切り抜きます。はい、そしてこうやって置いて、はい、まず黄土色を叩きます。はい、トントントン。順調ですね、清先生。順調です。順調です。型があるとこんなに楽なことはありません。そうですね。はい、いいですね。多分もうなんとなくこう雰囲気わかるんだけど、うん、この次が何色なのかな。何色と思う？エンジ色でしょ。当たったですよ、エンジ色なんですよ。はい、はい、エンジ色を叩きます。はい、ザクロの色って言ったら、まあエンジっぽい、黄土色っぽい、ちょっと黒いとこがあるみたいな、うん、そんな感じですよね。そんなに綺麗な色じゃないんですけどね。うん、そうですね。でもちょっと美化してくださいね。うん、でもね、ザクロの中身は宝石なんです。うん、ですね。はい。その中身をどんなに表現するのかな？任せろって。はい、任せちゃった。うん、はい。ちょっとね、エンジ色の濃いところを部分的にいただきました。うん、はい。この下の方はちょっと黒まで入れます。結構濃く。まあでもこんぐらいでいいのかな。それと上の方はね、はい、ちょっと黒を入れるとリアルになるんですから。リアルですね。はい、どうでしょうかね。こんな感じでいいかな。めちゃくちゃいいと思いますよ。じゃ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 ーんってまだ話さないぜ話すと思いきや、やっぱりちょっと薄かったよね。うん、はい、おお、いいね、いいね、いいじゃないですか。いいじゃないですか。そして内側のね、ちょっとね、外側から皮が見える感じなんですよね。ちょっと白っぽいところ、うん、中身の皮が見えてるところを、なるほど、ちょっと描きますよね。はい、ここね、はい、こんな感じで大体、うん、この形じゃないといけないっていうのはないんですけど、ないですよね。こんな風にしていただくと、うん、あの宝石が描きやすいです。描きやすいね。はい、と割れてるやつもあるもんね。ありますね。うん、教先生はこのくらいで、はい、もう横から見た感じで、うん、はい、うん、描きやすくしてます。おお、そしてもう宝石が早速出来上がってますけど、これ何色ですか？オレンジ色と朱色と紅色を混ぜました。うん、はい、そして四角目の丸を描いていく感じ。あ、まん丸じゃなくて、はい、四角っぽい丸。そうですね。うん、で、あ、真ん中はもう塗らないようにすると、もう宝石のように輝いてるように見えるんです。輝いて見えるね。そう、もうこれね、あの、うん、前はね、あの綿棒とか使ってたりしてたんですけど、うん、綿棒もいいけど、やっぱりこうやって描いてみると、描いたのも味がいいんですよね。そうですね。うん、この白っぽい皮みたいなところも明かすのがポイントですよね。そうですね。実際はちょっとね、クリーム系なんですけどね。あ、そうかそうかそうか。うん、でも、うん、まあ絵はね、ちょっと分かりやすくするために、宝石をより一層美しく見せるために白にします。うん、おそして宝石が転がってるところを描きます。なるほど、ここおしゃれでしょ。うん、おしゃれおしゃれ。2つくっつけて1個離す。うん、これは少子子先生に習ったのですね。うん、そうするといいと思います。ね、3つの関係を考えましょうってね。はいはい、あと三角形ができるからね。はい、はい、そしてここにも一個、うん、もう一個入れてつけた。そうのバランスよくするためにね。うんうん、であとはね、ちょっと影をつけます。うん、おー、薄墨を使って、ちょっと下の方にね、うん、間にちょこっとずつ入れていきます。はい、こんな感じかな。あー、そしたらなんか立体が見えてくるっていうか、うん、しっかりこう中に入ってる感じがする。そう、詰まった感じがするんですよ。うん、するするするね。綺麗ですもんね。うん、はい、こんな感じ。出来上がったかな。うん、こんな感じです。はい、それでは、はい、清先生、言葉お願いします。はい。
はい、では庄子先生出番ですよ。はい、それではですね、はい、今回はこれで丸、うん、丸でね、いびつな丸です、うん、いびつな丸で、はい、柿を描きます。あ、柿ね、うん、いいね、うん、今から美味しい季節です。そう、はい、はい、でこれで叩きます。はい、で柿色なんですけども、朱色と、まあ、黄色をちょっと混ぜて、ね、うん、描こうと思います。はい、で水分が多いとね、あまり良くないので水分は少なめにしてください。はい、はい、で、今朱とね黄色を混ぜて、はい、叩いてみます。あ、綺麗な色ね。うん、ちょっとねしっかり売れた感じを出すために濃ゆく表現しようかなと思います。うん、いい、いい、うん、ちょっとまだ黄色っぽいのでちょっと朱を多くします。美味しいんだよね。美味しいですよ、柿大好き。本当今甘いよね、うん、柿が今はね、大衆柿っていうのかな、うんうん、なんかみかんにも見えるけどね、これね、うん、ちょっと赤すぎたかな。で向こう側にね、うん、同じ枠でね、うん、同じ型抜きで2個、うん、やってみたいと思います。色も一緒ですか？少しね今残りでやってるんですけども、じゃあ薄くなるんだね。薄くなります、うん、で重なってるところがありますのでそこはあまり叩かない方がいいかな。でちょっと右上の方を少し白に抜いてみたいと思います。はい、抜けました。うん、手前と向こうっていう感じに、はい、なんとなく見える。まだみかんに見える僕は。どうしよう。いや、ヘタをねつけたら大丈夫よ。ヘタじゃないですよ僕。あ、いやいや、ヘタって何ですかやろ。ごめんごめん、調子に乗りました。はい、今からねヘタをね、ヘタをね、うん、ヘタをね、黄土色とあのよもぎ色を混ぜて、はい、うぐいす色みたいな、うん、うぐいすチャロクですね。チャロクっていう色があるんですけど、うん、その色を作りたいと思います。はい、でこっちのはね横から見た感じの柿ね。あ、じゃあたきちっとは出さないよね、ヘタがよちょっとしか見えてる横から見た感じね、うんうん、こんな感じで。ヘタがヘタクソにならんことね。そうですね、はい、あまりヘタヘタ言わないことね。はい、はい、でこれはですねちょっとこっちを向いてるやつですね、はい、だからこのヘタが4枚切りで見えるぐらいにしときます、うん、なんかね花びらを描くような感じで描けばいいんですよね、うん、これで方向性がね分かるんじゃないかなと思います。分かります、うん、ということは手前の方の柿にちょっとお尻って言ったらいいのかな、うん、あ、お尻でしょ。お尻って言っていいの？筋っていうとか、なんかほらちょっとあるじゃないですか。はいはいはい、ね、これちょっと乾かさないとね。自分でそういうのはい、で乾いたかな、うん、で先ほど清先生が言ったボールペンでちょっとね、うん、柿の丸さを表現するためにちょっとね筋を入れます。あんまり見えない、あんまり見えないけどなんとなく、うん、でちょっとお尻をね、うん、ちょっと描いてね、油性のボールペンで描きました、はい、ここからがねちょっとねちょっと濡れてる、あれやばまだ濡れてる、また濡れてる。ちょっともう少し乾かすね。はい、で水筆でこれなんだと思う、ちょっと拭い取るみたいなこの木の雰囲気をね出すために、ね、これはいいですよね、うん、ちゃんと乾いてないとならないんですよね、うん、でティッシュで拭き取る。ほらすごい、ここがねちょっとね今回ねポイントになります。はい、素晴らしいです。ここはね、で薄い茶色、焦げ茶色なんですけどね、薄い焦げ茶色、まだよくわかんないけど今からわかると思います。はい、これで枝になっていくわけで、こっちの柿とつないで枝ぶりを作ってこっちにもつないでいくとしっかり枝が見えてきます。上
手で、ちょっと黒を入れて締めていきます。根元を締めるとこんな風に見えてきます。本当にリアルですよね。いや今回リアルですよね。このたたきぼかしっていうのはこういうのがいいんですよね。え、うん、いいよね。そうで葉っぱはねちょっと鉛筆で形をこう分かりやすく取っていきましょう。はい、今回ね、うん、で表と裏が分かるようにしとこうかな。いいですね。うん、今回ちょっとリアルになったからね、うん、で今からよもぎ色ですね。薄いよもぎ色です。まあ、はい、木草に近いけどこれよもぎ色のつもりだった。はい、うん、そして向こう側、うん、裏側になります。で向こう側にヨモギの濃いやつ、表側がちょっと見える感じですね。ちょっと見えるぐらいね、横から見た感じですね。で爪楊枝で、ちょっと爪楊枝がね、うん、ここにあるのでこれを使います。はい、ね、何色、これねグリーンですよ。あのグリーン、ヨモギ色をつけてます、うん。でね、ここでね、うん、アクリル絵の具で光をちょっとここに入れようかな。あ、つるっとした感じ、ね、つるっとした感じを見せたくなったので入れて、うん、これで誰、うん、さっきまでみかんみかんって言ってたの、柿だね。だよね、うん、バッチリ。それでは言葉をお願いします。はい、